たち。私たちはコロナ禍の制限が緩くなった今、最高の思い出を作るため、今まで積み重ねてきた成果を十分に発揮し、最後まで全力で戦い抜くことを誓います。今月4年ぶりに制限なしで体育祭が開かれた大分市の明野中学校です。去年までは団長だけだった声出し応援も解禁され、コロナ禍前のような盛り上がりに。一方、マスクを希望する生徒は熱中症などに気をつけながら着用していました。声出しもできるし、息も苦しくないので、とても気持ちがいい体育祭です。体育祭の前は生徒から声出しに戸惑いの声も聞かれたそうですが、どんな感じなんだろうと思っていたんですけど、実際こうやってやってみたらとても楽しくて嬉しく思っています。実際本番になってみると、すごく盛り上がって声を出して楽しそうに参加してくれているので、本当に良かったと思っています。家族など応援の人数制限もなくなり、元気な声と笑顔があふれる体育祭となっていました。おはよう。はい、お預かりします。今日変わりないですか？はい。こちらは別府市の幼稚園です。新型コロナの5類引き下げ以降、園では先生や園児にマスクの着用を求めず、お互いの顔が見えるようになりました。暑かった、嫌だよ。先生たちのお顔が見れて嬉しいです。小学校に上がる前までは、言葉を覚えるのに特に大切な期間で、大人の口元や表情が見えることも重要だといいます。言葉の発達とかは絶対に、言葉ってお顔見ないとね、なかなか始まらないですよね。それはマスクがなくなってね、バッチリだと思いますよ。アフターコロナの教育現場には、子どもたちの笑顔の輪が広がり始めています。